携帯の内部です。プライバシーを守りながら明るく大きいワンルームのリビングダイニングプラス和室を実現しています。窓は通常下からは床から始まるところなんですが天井から逆張りにしています。伸びやかな空間となりました。